ケミストリー of electric bass guitars part 1 problems with cleaning fretboards with orange or lemon oil difference between orange and lemon oils エレキベースの科学 part 1オレンジオイルによるフレットボードのクリーニングの問題点オレンジオイルとレモンオイルの違いエレキベース、エレキギターの芝のクリーニングにオレンジオイルあるいはレモンオイルがよく使われています もともとオレンジオイルは、木工製品の汚れ取りなどに使われてきたものです。この2つのオイルはどう違うのでしょうか。この表は、オレンジオイルとレモンオイルの主成分を重量で示したものです。実際にはさらに多くの成分が含まれているのですが、これらはその他という欄にまとめています。全体としてその他の成分が多いように見えますが、 この表にある成分よりもはるかにその数が多いので、個々の成分の量はわずかです。オレンジオイルの主成分はリモネンという液体です。レモンオイルの主成分もリモネンで同じです。レモンオイルにはオレンジオイルにはない成分としてメタシメンという成分があります。リモネンの匂いはまさしくオレンジの匂いがします。少し、とろみがある化合物です。 数字の比較では分かりにくいので図にしたものを見てみましょう。この図から分かるようにリモネ以外の成分が極めて少ないことが分かります。両者で少量の成分差があっても全体の科学的な性質が変わることはありません。念のため各成分の化学構造をここに示しています。 四角で囲った化合物は似たような構造の化合物です。ちなみに、これらの化合物は全て液体です。次にこれら化合物の沸点を見てみます。沸点は全て 150°C 以上で高いように見えますが、これらの化合物は揮発性があって徐々に気化して飛んでいきます。 レモンオイルとオレンジオイルはどう違うの成分は少し異なっていますが、ほとんど同じというのが答えになります。次に、私が考えるレモンオイルとオレンジオイルの問題点を補足しておきます。ニトロセルロースラッカーで塗装されたギターの指板を、これらのオイルで拭いた後、ギターケースに入れるのは避けたいですね。というのも、先ほど説明しましたが、 リモネンは揮発性があって、ギターケースの中で気体になります。気化したリモネンはラッカーに浸透して、塗装が柔らかくなる恐れがあるからです。ちなみに、リモネンはラッカーを溶かす力があります。ここからは、指板の汚れの原因である汗について説明します。人間の汗の99%は水です。その他1%は、乳酸塩。 無機塩、尿素、タンパク質、グルコースなどの水に溶ける成分、および皮脂です。汗の成分のほとんどは水溶性で、特に、塩類は、リモネンには溶けません。皮脂はエタノールに溶解すると考えられます。そこで、指板のクリーニングは、本来、水、エタノールの順に拭き取るのが好ましいのです。しかし、 多くの人は水を使うのに抵抗があるでしょう。無機塩とか乳酸塩とかは油には溶けませんので、リモネンにも溶けません。皮脂はリモネンに溶けます。つまり、リモネンで指板を拭いて除去できるのは皮脂です。バイオリンの指板はエボニーです。バイオリンの指板のクリーニング法を調べてみると、無水エタノールで拭くという場合が多いようです。 拭いた後で芝ン用のオイルを塗るようです。芝居用オイルとしてよく使われているのはドイツのラペラ社製の芝ン用オイルです。写真はこの会社が発売しているギター用芝ンオイルです。どれだけ調べても成分がわかりませんでした。もしかしたらオレンジオイルと成分はあまり変わらないかもしれません。匂いがオレンジの香りであればリモネンだとすぐにわかります。 ここで、クリーニング法の提案をしたいのですが、賛同いただける方はおそらく少ないと思います。その方法です。1、指板をあらかじめ天然の重合成オイルを含振させて、撥水処理します。この種のオイルとしては、例えばリンシードスタンドオイル、別名ボイル油、があります。シェクターは日本に上陸した際、ボディもネックもボイル油、 見つけてオイルフィニッシュしたベースを販売していました。ジャコパストリアスのようにエポキシを使っても良いですが、個人的には合成樹脂は使いたくないですね。私はこの方法で指板を処理しましたが、何回にも分けて天然オイルを染み込ませ、硬化に時間がかかるため、結局1年間引かずに置いておきました。指板の様子はこの動画のタイトル画面に載っています。 真っ黒に見えますが、エボニーではなくローズンです。2. 水で湿らせたティッシュでンを拭いて、水溶性の汚れを取ります。3. エタノールを染み込ませたティッシュでンを拭いて皮脂を取り除きます。エタノールは水とよく混ざりますので、水はエタノールの揮発とともに気化して、水だけの場合よりも早く気化して抜けていきます。今回の内容をまとめます。 オレンジオイルとレモンオイルに大きな違いはなく、主成分はリモネンです。オイルに含まれる化合物は沸点は高いですが、揮発性で時間とともに気化してなくなります。バイオリンのエボニーシバンの汚れは、エタノールで拭き取ることが多いようです。これは皮脂を取り除くのに有効ですが、塩類は取り除けません。ご視聴ありがとうございます。 応援していただける方は、グッドボタンをよろしくお願いいたします。このような動画に興味のある方は、チャンネル登録していただいて、次の動画をお待ちください。